はい、皆さんこんにちは、ミスターミラレスです。 OM1 マイクロフォーサーズ、菜の花に来る小鳥のジョウビタキ、確かジョウビタキだったと思うんですけど、ジョウビタキのオスをね狙って840ミリで撮る。私はね、小鳥、小さいスズメぐらいの大きさの小鳥はね、正直言って苦手なんです。苦手なんじゃけどね、やっぱり克服していかんとね、マイクロフォーサーズが舐められちゃいけんですからね、意地でも取っちゃろうと思ってね、最近少しずつそっち方面に進出してますよ。進出か。で、それがね、なんで意地になっとるかいうのはね、まず一つ、私びっくりしたんだけどね、 OM1 がね、今回ね、だから OM1 マイクロフォーサーズで 300mm F4.0IS Pro、 これで撮影したんですけども、MC14 つけてね撮影したんですけども、ということは換算で 840mm になるじゃないですか、 35mm 換算で、そういう感じで換算 840mm でね、撮ったと。でね、このシステム、いつも持っとるこれですよ、私、私の得意とするところです。得意分野ですよ、私の。300mm で、スポーツ撮影なんですけどね、大体スポーツ選手の撮影なんですけど、鳥はね、ちょっと大型の鳥は、私の YouTube 動画見てもらったら分かるんですけど、バージョン 1.3 OM1 がね、バージョン 1.3 この秋に、2023年の4月ですけど、2022年の、11月ぐらいだったかな、ちょっと前後すると思うんですけど、バージョン 1.3になった時点で、ちょっとね、たまたま機会があって、大きい鳥ですけどね、カモメぐらいの大きい鳥です。あれを撮り始め、ちょっと実験的に撮ったとこから、ちょっと鳥撮影にはまってですね、大きい鳥、要するに、トビとか、カモメとかね、ある程度大きい鳥。あれはね、大変ではあるんだけど、そんなにね、驚くほど大変じゃないと思うんですよ。大きいんでね。ですけど、この小さい、今回ジョウビタキですね。この間メジロもいっぱい撮ったんですけど、あの手のサイズのね、飛行しとる、飛んどるのをね、撮るとなるとね、ちょっとやっぱり、この 300mmF4.0IS Pro はね、単焦点レンズでね、その画角に入れるときにね、入らんのよね。探すようになってね。よく、何ですかね、ちょっと今どうせしたんだけど、もう一個左目で見る部分つけるじゃないですか。なんとかいうやつを。あれは僕は使ったことないんで、EVF の中だけで探しとるんで、あれはつけてないんでね。だからちょっと探すのに、時間かかったりして、手こずるんやけど、だいぶ慣れてきましたよ。で、慣れた頃にちょっと離れて、また久しぶりに使うとね、また最初に戻ると、それの繰り返しではあるんですけどね。でね、今回ね、ちょっとびっくりした話、さっき言いかけたんですけどね、何がびっくりしたかいうのはね、OM1 がバージョン 1.4 にね、アップしたのが2023年、今年の2月16日、今4月なんですけど、2月16日にね、バージョン 1.4 にアップしたんです。で、300mmF4.0IS Pro がバージョン 1.6 にアップしたんです。これは2023年、1月26日。今4月の初めなんですけど、これ1月26日ね。もう一回言いました。このレンズはバージョン 1.6 に。1月26日。OM1 はバージョン 1.4 に。
2月16日にアップしとるんです。今4月です。この期間、まあ仮に1月の終わりから今4月の初め、2月の半ばから4月の初め、この期間にね、ほとんど YouTube で騒いでないんですよ。誰も触れてないというか、まあたまたま私が YouTube で検索した限りじゃ発見できてないかもしれないんだけど、まああまり騒いでもないですね。ひっそりと行われてます。ひっそりと、誰もね、マイクロフォーサーズというかね、まあ OM1 というかね、誰も相手にしてないんじゃないかよねぐらい YouTube で騒がれてもないです。 OM1 が 1.バージョン 1.3 になった時点ではちょっとちらほら YouTube 動画でね、検証しとる人とかね、いろいろ YouTuber さんおったりして、まあ数人ですよ、まあ見たんですけど、そのうちの一人も私もおるんだけどね。でまあ数人です。ただバージョン 1.4 になってからは誰一人、まあ一人ぐらいおったんかな、ちょっと確かおらんかったような気がしたんだけど、ほとんど誰一人騒いでもない。あの天下の北村、カメラの北村でさえ、もしくはあのマップカメラでさえバージョン 1.4 になったのを多分言ってないんじゃないかな。まあ言ったんかな、多分言ってないような気もするんだけどね。当然これ、あの 300mmF4.0 Pro がね、バージョン 1.6 になったのはね、あのカメラの北村が言っとるわけでもないし、マップカメラが言っとるわけでもない。ひっそりと OM システムのホームページのサポートのところにひっそりとアップしたのが出とるだけで、ほんとね、くどいけど YouTuber さんで騒いどる人も誰一人おらんような感じ。私だけですよ。要するにね、もう私が天下を取ったいう感じですよ。 OM1 のOM1 でバージョン 1.4 もしくは 300mmF4.0ISPRO バージョン 1.6 これで騒いどるのは私ぐらいですよ。誰一人相手してくれてないよね。寂しい状況ですよね。だからね、 YouTube でね OM1 バージョン 1.4 で検索してみて、見てください。意外と私が出てますんで。で、バージョン 1.6 もね、この。ただ、アクセス数が100何人ぐらいのもんでね、誰もバージョン 1.4 とかバージョン 1.6 に興味持ってないよね。寂しいもんですよね。まあ、あんな感じでね、このまま行くとマイクロフォーサーズ OM1 もやばいんじゃないかな、いう気もするんだけど、ただね、私、こうなるとね、マイクロフォーサーズがないなったらね、フルサイズ、まあ、当然買うでしょう。ないなったらね、ないなったら買うしかないじゃないですか。ないなるのに、新しくマイクロフォーサーズ買うわけに関係ね。だからないなったら、買うのはもう間違いないんだけど。まあ、途中で買うかもしれんのですけどね、こうは言うても。ただ、とりあえずは今のとこはね、この OM1 でね、なんとかマイクロフォーサーズで頑張ろう思うんじゃけど、もう一応ね、とりあえずね、撮ってきましたよ。話逸れたけど、常備滝を 840mm。ただ飛んどるのはね、飛んどるのはさすがにね、手持ち撮影なんですよね。三脚使ったりするのはね、私ちょっと得意じゃないし、ちょっと、荷物になるんでね、三脚はちょっと使ってません。で、スポーツ撮影なんかはね、たまに一脚は持っていくことはあるんだけどね、使ったりすることもたまにはあります、一脚はね。だけど、もうほとんど、ほぼ手持ちです、何もかんも。だから、当然この鳥も一脚とかね、持って行ったりはせずに、もう手持ちですよね。だから、その三脚使っとるのがいけんとか言うんじゃないよ。三脚はまあ私の、自分のスタイルとしては、私の撮影スタイルとしては、ちょっとね、やっぱり荷物になるんでね。まあ、車でね、現場に行く場合はあってもええんかもしれんけど、まあ、
まあ、リュックサックとかね、あれ背負ってこう行ったりするときに三脚も刺しときゃいい話でって、いいんかもしれんのんじゃけど、ただね、やっぱり、ちょっと、かさばるからね、私はまあ、持っていかないですね。まあ、いうかね、苦手なのね、三脚使うんが。過去にね、あの、野外スポーツでね、三脚、一遍なんかちょっと、もろたのね、子供にもろた分をちょっと使ったことがちょっとあるんだけどね、ダンサーになっとったらね、三本が同じ長さじゃなくて、一本はまあ、これぐらいの長さ、例えばね、1メーターぐらいの長さ、二本目三本目がちょっと 1.3 メーターぐらいちょっと伸ばさなきゃいけんかったりして、こう、なった時に、こっか、もうちょっと落としそうになってね、あの、こう、また向き変えよったらもう、苦手じゃねえ、私は。ちょっとだから、まあ、下手言ったら下手なんですよ、要は。で、私の友達でね、三脚使うプロがおりますよ。彼はね、すごいね、尊敬するわ、もううまいよ、もう。滑らかにカメラ動かすけね。あれはもうね、人に見したいぐらい、すごい、うまいんだね、三脚使うのが。あれはちょっと尊敬するんじゃがね。まあ、それでね、あの、とりあえずね、撮ってきましたよ。でね、当然まあ手持ち撮影でね。でまあ、今のとここれが限界じゃねえ。私の上から言ったらね、距離がね、なんぼじゃろ、10メーター前後ぐらい。もしくは10メーターちょっと越すのと、10メーター手前ぐらいのと。まあ、まあ10メーターを境にね、前後。15メーター、もしくは7、8メーターぐらいのこう間におるのをね、いろいろ撮ったんだけど、まあ、とにかく止まっとる、動いてないの撮るしかないんで、それをね、やっぱり、ね、急に動くよね、顔をね、急にこう顔を動かしたりね、やっぱりこう体を向き変えたりするからね、それに対応するためにね、もう冗談で秒50枚で連写で撮りまくっちゃいましたよ。やったらね、その中から数枚だけ抜いてますんで。で、さすが OM は秒50枚。ちょっと右に出るもんが、まぁ、Z9 ぐらいですかね。Z9 がまぁ、120枚とか、ちょっとちらっと見たんだけど、実は OM はもう120枚いきますからね。だからね、OM1 イコール Z9 ですよ。Z9 も、こっちに頭下げないぐらい、イコールですよ。そう言ったらね、また私も敵作るんだけど、やるかね、ニコンさんのカメラ好きなの、私も。もともとはニコン、子供がニコンさんのカメラ持ってましたんで、私ニコンさんのカメラで、もともとはスポーツとし撮ってましたんでね、最初。で、ニコンさんのカメラ好きなんです。色がね、色とかいうのが自然に出るんでね、なんとなく。これ別にね、誤解持ってもらっちゃ困るんだけどね、で、友達がね、キャノン持っとったんですよ。で、友達キャノン持っとって、キャノンの分で私がニコンで撮った時に、スポーツ選手の、まあ、ちょっと女性の写真撮ったんですけどね、その時にね、違うんよ、色が。髪の毛の色が。キャノンさんのはね、茶色、ちゃんと綺麗に出る。で、こっちはなんかね、綺麗に出てない、茶色に。でもね、はっきり言わしてもらったらね、その選手、茶髪じゃないの。どっちか言ったら黒ですよ。黒なのにキャノンさんのはなんか茶色に出てもね、あら、おかしいなぁ、思ってね。で、ニコンさんの分はそのまま自然に黒は黒で、というかね。だから、ああ、JPEG の出方が違うんじゃなと思って、別にそれがね、意見悪いじゃないんだけど、JPEG って結局はそのメーカーのね、色でしょうから。まあ、たまたまそういうのはありましたね。ただまあ、キャノンさんの方が綺麗には出てましたよ。綺麗に出て、ああ、キャノンの写りええな思ったっけね。だけど色がちょっとあまりに作られとるかなとは思ったんだけどね、髪の毛の色が。だから、どうなんかなと思って。まあ、肌もね、どっちかというと化粧したような感じでね。で、ニコンさんはもうそのニキビが映るだろうかしいんだけど、
あの、まあ、変な話ね、ニコンさんのは、こう、ニキビというか、まあ、こう、毛穴が映るいうかね、こう。で、キャノンさんはなんか化粧したような感じだからね。いうことはなんかニコンさんの方が、まあ、私としては好きじゃなと思ってね。たまたま私のニコンがそうだったんや。で、友達のキャノンがそうだっただけで、すべてがそうとは思えんけど、たまたまそういうのはありましたね。なんか話が全然逸れたんだけどね。でね、とりあえずこの常備滝撮ったんですけど、これが本当ね、限界ですね。ちょっとね、今私の腕で今のところは限界で、まだね、あの設定いろいろ変えればもっとよく映るのかもしれんし。まあこれだけ映りゃ、まあマイクロオーサーズもしばらくええかなと思ってね。くどいね、私も。結局、何悩みもならすぐ、あの、フルサイズ変えたいと思うんじゃけど、私もね、あの、ケチなんよね、なんか。だから、まあ、なんとか、しばらく頑張ってみようと思います。まあ、これからも、どうぞ、よろしくお願いいたします。失礼いたします。今日はありがとうございます。まあ、ちょっと今から、出しますんで、見てください。